高三級、高円気球に至るまでの過程が省略されているが、これら系も高中級と、相当する骨髄が級、前骨髄級、骨髄級、五骨髄級、感状角級、分葉角級という一連の過程を経るとされる。ただしこれら三種の系の形態学的判別が可能になるのは、染色性が発現する五骨髄級の段階以降である。このため、骨髄が級、 全骨髄球といえば、もっぱら高中球の系についてのものを指すことが多い。骨髄の顕微鏡写真。アルコール固定後、義務座染色。左上に分容角球が2つ、左下に感情角球が2つ、中央の大きな細胞が全骨髄球、全骨髄球に接して、左が五骨髄球、全骨髄球に接して、右上と左下が骨髄球である。 五骨髄球とは、造血幹細胞から白血球の下流球への分化の、過程の一段階にある細胞で、洋弱細胞としては、最後の段階の細胞である。通常は骨髄にのみ存在し、末梢血中には存在しない。造血幹細胞から分化し始めた、洋弱な血液細胞は盛んに分裂して、数を増やしながら少しずつ分化を進めていく。最終的に、 高中球に分化する場合は、増血幹細胞、骨髄系幹細胞、下流球、単球系線入細胞、下流球系線入細胞、骨髄が球、全骨髄球、骨髄球、五骨,骨,骨髄球、肝情角球、分葉角球と成熟していく。最後の分葉角球が成熟の最終段階の高中球である。同じように、高酸球に分化する場合は、 造血幹細胞、骨髄系幹細胞、抗酸球系線具細胞、骨髄が球、抗酸性前骨髄球、抗酸性骨髄球、抗酸性後骨髄球、抗酸性肝臓核,核球、抗酸症分容核球イコール抗酸球と分化する、抗塩気球に分化する場合は、造血幹細胞、骨髄系幹細胞、抗塩気球系線具細胞、骨髄が球、 抗園帰省前骨髄球、抗園帰省骨髄球、抗園帰省後骨髄球、抗園帰省環状核球、抗園気性分用核球イコール抗園気球と分化するが抗園気玉は必ずしも分派がはっきりしない。数量的には大半が好中球系である。好中球へ分化する後骨髄玉は骨髄球より細胞は小さくなり好中球とほぼ同じ大きさになる。 この段階の成熟は核の変化が主であり、核は陥没し腎臓のような形で、長径は単形の2倍以上になり、クロマチン構造は凝縮しますます荒くなる。染色した上での光学顕微鏡観察では、アズール下流はほとんど見えなくなり骨髄球よりも二次下流は細かくなるが、細胞質にさらに充満するようになる。細胞の分裂能はこの段階では失われており、 細胞の成熟を進めることのみを行う段階である。この5分か、成熟がさらに進むと感情核球となり、核はさらに小さく細長くなり、大きく歪んだジェリービーンズ状になる。感情核球になると、ひとまず完成した白血球とみなされる。感情核球は多くは骨髄に止まるものの、一部は抹消血に出て、白血球としての役割を果たすことができる。 ありがとうございます。